今やっと10月から着工して、この前見に行ったらもう2階部分がだいぶできてた感じですね。なんかまあ、やっとなんかちょっとずつ実感が湧いてた感じです。クレープの方、いやもう非常に悩んでるんですけど、まあ、やっぱりちょっと今試行錯誤中で試作ばっかりしてる感じで、なんかもうちょっと少しだけ見えてきたかなっていう感じ、方向性が。ここまでまあまあその最初にハチャミカフェに行こうっていう感じで、まあその私たちがやりたいカフェのコンセプトの説明がハチャミっていう名前では説明ができなくて、いろんな生産者さんたちが、まあ、思い作ったものを、まあ、包む子育て中の親御さんたち、多分いろいろ多分子育てしてるといろいろあるんですけど、まあ、そういうのを癒せるようにカフェで優しく包むで、まあ、安心して食べてほしい、食べれるものを提供する、であとは楽しい気持ちになってほしい、そういうカフェがいいなっていう、まあ、私たちの気持ちがこう説明できるような名前にしようかなと思って、ハチャミじゃなくなります。やっぱりハサミ焼きが好きだから、ガレットとかはやっぱりハサミ焼きのお皿で出していきたいなとは思ってます。すみません。